わしら、知性で匂ってようやく世界は安定した秩序を得るのだ。ああ、これだ。この異様のない苛立ち、俺は俺の中にあるこの怒りを悪にあわば悪を砕き、善にあわば善を砕く。今一度言おう。悪くない。我は貴公であり、 貴様もその怒りも命も我が背負うべきものよ。我が築く世界への礎となれ、アスラ。そう、君の力の源はその身を焦がすほどの怒り。怒りを解き放ち、その腕で全て滅するんだ。そうだ、もっと怒りを。 また失うのか。素晴らしい力だよ、アスラ。何も守れぬ力だ。さあ、その力で世界を救いたまえ。この力で世界を救いたぞ。負けるな。 これ以上、やまんことは許さぬ！ Thank you.
貴様には関係のないこと。何だと。貴様の相手をしている暇はない。青二歳が二人も揃いおったか。 力が必要であるか、理解できぬものどもよ。その矮小な力が何の役にも立たぬものだということを思い知るがいい。デウス、畳にだけ立っていては足元が見える。我らの足元にはまだ見ぬ新たな光があるやもしれぬ。俺には難しいことはわかる。 世界の救い方など検討もつかん。俺には分かるな。ミスラを助けりゃこの地獄が終わるってことだろうが。アスラ、おお、人の魂をマントラに変えて世界を救うだと。そんなことでしか救えない世界など、そんなクソったれな大義など、 そんなクソったれな理由でミスラを泣かせるものなど、ぶっ壊してやる。デース、ミスラを返してもらうぞ。 暴力として。
なるほど。その力、その怒り、なかなかのもの。だが足りぬ、届かぬ。それでも奴には勝てぬのだ。我らを滅ぼさんとする星の意志と戦うには、神をも超える力を持たねばならぬ。見よ、これがその力よ。抗うゆえに我あり。でかければいいとでも。初めて貴様と同じことを考えたぞ。貴様と慣れ合う気はない。当たり前だ。しかし、デウス、それがあなたの結論か。だが、それは…この後に及んで何をグダグダと。まさき様、あれだけ的がでかければ、殴り損なう心配はない。前しか見えぬか。よかろう。乗っている。お前との決着は後にしてやる。さっさと飛ばせ。振り落とされるなよ。行かせ。Thank you.
気をつけろ貴様がな。デウス、神国トラストリムにおける武の象徴であった八神将筆頭、そして現在神々を統べる七聖剣の頭目、遥か古よりこの星を守護してきた男を超える時が来た。